はい、こんにちは、野方博郎です。いや、なんかすっかり寒くなりましたよね。この間まで暑い暑いとか言ってたんですけど、バイクは夏も冬も厳しいですよね。みんな乗らなくなっちゃうわけですよね、これじゃあね。でもね、僕はバイクの人口が少なくなっちゃったのはね、仮面ライダーがね、最近バイクに乗らないんですよね。ライダーじゃないじゃんって。ずいぶん前ですけど、仮面ライダードライブっていうのがいて、それなんか車乗ってましたからね。やっぱね、ライダーっていうんだから、もっとバイク乗らなきゃいけないですよね。で、仮面ライダーといえば、ライダーマンっていたの知ってます？仮面ライダー V3 の時にこう出てきたんですけど、まあ、僕も子供だったから、あんまり記憶になかったんですけど、なんかしょぼい仮面ライダーいるなとか思ってたんですけど、あれ仮面ライダーじゃないんですってね。もともとはショッカーの、なんか天才科学者で IQ200 ぐらいあったらしいんですよ。で、それがこうなんかショッカーのボスだか幹部だかにこうなんか濡れ衣を着せられて、で、それでなんか罰として手を溶かされちゃったんですよ。で、そのまんま殺されそうになったところを部下だか後輩だかにこう助けられて、で、それでこうショッカーを抜けるわけですよ。で、それで仮面ライダーっていうのはそもそも改造人間なんですけど、ライダーマンっていうのは生身の人間なんですってね。で、こうヘルメットあるじゃないですか。あれはこうライダーマンって被るんですけど、あれがこうライダーマンの強化服のなんかコントロール装置かなんかで、要はその強化服のせいでこうジャンプしたりとか強くなってるんですよ。で、結局ライダーマンって最後どうなっちゃったかわかんないですけどね。こう子供の頃仮面ライダーごっことかするとね、じゃあお前ライダーマンだよとか言って、とかいう感じでしたよね。でもなんかああいうマスクをかぶって口のとこだけ出てるとね、なんかロボコップじゃないですけどね、なんか唇が妙にこうピンク色に見えちゃうのが不思議ですよね。で、それで仮面ライダーごっこといえば、まあ僕がそういうのをやってた頃は、まあ仮面ライダー1号とか2号とかその辺の時代ですよね。で、その頃から仮面ライダーの変身ベルトってあったんですけど、まあ僕らが子供の頃はみんなそんなに裕福じゃなかったし、おもちゃなんてそうちょくちょく買ってもらえるもんじゃなかったんで、僕は仮面ライダーの変身ベルト持ってなかったんですよね。で、友達のタシちゃんが持ってて、だからいつもなんかタシちゃんばっかり仮面ライダー役なんですよね。で、それで僕仮面ライダーあんま好きじゃなかったんですけど、そもそもバッタだしね。で、それで、まあ、時期前後してるか、子供の記憶だからよくわかんないんですけど、僕はどっちかっていうとタイガーマスクが好きでね、なんかちょっと子供が見るには話はなんか大人の話でしたけど、で、タイガーマスクといえば僕らが遊んでたのは今でいうソフビですよね。で、タイガーマスクはね、僕タイガーマスクのソフビ持ってたんですよ。
でそれで友達のうちでタイガーマスクのリングを持ってるやつがいて、でそいつの家に行ってみんなでタイガーマスクで遊ぶんですけど、でも僕タイガーマスク持っててもマスクをねなくしちゃったんですよ。でマスクの下にちゃんと伊達直人がいるんですけど、横分けのなんかお兄さんなんですけど、でマスクかぶってないとお前誰だよって感じじゃないですか。特にソフビの顔ってなんかちょっとリカちゃんっぽい顔 でそれでこう横分けで、で一応プロレスラーだからタイツとか履いてるんですけど、誰だよみたいな。で結局なんかタイガーマスクで遊ぼうとしてもお前タイガーマスクじゃねえよ、誰だよそれってことで、タイガーマスクにはなれなくて、人生ではねなかなかこう主役になれない運命なんですかね。そんなわけで子供の頃のお話でした。